ます。気をつけてね。はい、この髪の毛ですよ。この髪型です。今寝落ち。起きるの大丈夫だったかな？大丈夫でした？そう、いっぱい寝ました今日は。本当に。いっぱい寝ました。ねえ。ミレットの卒業発表、寂しいですね。ねえ。卒業メンバーが多くて寂しいですが、残りの時間を大切にですね。今ね、それですね。ね。左右反転するんだね。インスタライブさんがしてないんですよね。ショールーム配信がしてるんですよね。雰囲気が違う。どんな感じで、でですか？YouTube 配信はですね、結構いろんな許可がいるんですよね。その TikTok さんもだけど、そんな上の方の許可が結構必要なので簡単にできないんですよ。口の色がないですね。こんばんは。先ほどご飯を食べました。しっかり食べたかな。初見ですか？他の小屋はいい列の上手だから探してね。あ、結構前、5列目ですね。了解しました。あ、インスタライブさんが本店なんだ。へえ。インスタさんの方が見にくいってことですか、じゃあ。あ、そう、ナナニャンともね、あの、また振り返り配信とかしたいねって言ってるので、近いうちにしたいですよね。うん、いつできるだろうかな。指ハートですね。あ、了解です。9日ね、了解です。ねえ、確かに。私はでも卒業はね、考えてないので、はい、とりあえず今はとにかくあれですね、ソロ声目指して頑張るって感じで。配信もちょっと最近は忙しすぎて、短い配信ばかりだったので、ちょっと歌とかね、アイタイムもしていけるようにしていきますね。と、心配してくださってありがとうございます。体調ね、すごく心配してくださったんですけど、ようやく今日はいっぱい、もう本当にえっていうぐらい寝て、寝すぎてちょっと寝疲れするぐらい寝たのでかなり回復できました。はい、なので次は歌唱力とかがね、待ってますので、近いお仕事では、あ、でもその前にツーショット撮影会がありますね。公演もありますね。その楽しみに、いろいろその練習とかも頑張ります。うん、心配してくれてありがとうございます。てか、いっぱいラーメン美味しそう、いいなー。一応確認、大丈夫です。うん、許可がいるんですよ。ティーチお疲れ様、ありがとうございます。皆さんもゴールデンウィーク明け大変だったと思いますが、お疲れ様です。皆さんも。私はちょっと今日はあれですね、あんま頑張ってないけど皆さんよく頑張りました。本当にゆっくり休んでください。ミュージカル感動したぞ。あ、本当ですか、嬉しい。
でもね、そう円盤化がないのはちょっとあれですね。見れないの、見てもらえないのはちょっと残念ですが、はい。でもまたミュージカルも挑戦できるようにさせてもらえるように頑張ります。今回のミュージカル特に難しかったみたいですからね。すごい繊細なミュージカルって言ってました、はい、先生方が。鮭弁当美味しすぎました。鮭美味しいんですよね。シトはね、なんかあのおじさんとおばさんからもらった、なんだっけな、なんかご飯にのせると美味しい、わさびときのこが入ってる、なんか舞茸、ちょっとわかんない、なんかおかずのせるだけでおかずになるみたいな、ちょっと名前忘れちゃったけどそれが美味しかったです。あ、三種でね、じゃないよの動画かな、東海ラジオさんの動画ですよね。あ、見てくれてありがとうにゃん。やばいのが見てる画面が反転。そうなんだ。明日シャミカのために散髪に行ってくるね。嬉しい、ありがとうございます。はい、嬉しい。私もちょっとポーズをもう一回ちょっといっぱい練って、皆さん困った時はすぐいろんなポーズを提案できるようにしてきますね。ヒザライブさんの歌よく声出てましたよ。嘘。でミュージカルの時はもっと声を張ってたので、自分の中ではすごいちっちゃかったんですが。お疲れ様です。可愛くてありがとう、ありがとう、嬉しい。今日仕事ですが明日は休みです。当たっちゃいました楽しんできてください。S公演も待ってますよ。今週土日休みゲットできました。シャミ会行きますね。あ、よかったです、嬉しい、ありがとうございます。わー、やった、お会いできる。久しぶりに来れたら。本当ですか。よかった、嬉しい。見に来てくれてありがとうにゃん。好きすぎる。ありがとうにゃん。課題曲は、あ、はい、決まりました。そう、今日連絡があったんですけど、第一希望の曲が通ってました。ちゃんと良かったです。ただあれなんですね、すっごくねボイトレが人気で今見てもらえないんですよね。結構前からマネージャーさんには言ってたんですけど、人気すぎて空いてなくて、まあでもその先生に前にそうミュージカル期間にも一回見てもらってたので、直すところとかは分かってるので、ちょっと頑張って練習してって感じですね。そっか、なるほどなるほど。ハロプロ楽曲は歌えません。こんばんは。笑顔を見て安心しました。よかったです。そうでもそう、今日のオーターはなんかすごい元気いっぱいの曲をちょっと選んでたんですけどね、ちょっと今日はそ
ミルタの卒業発表もあって、なんかねそういうちょっとそれはちょっと違うなと思ったので、ちょっと違う曲に変えてみたんです、変えてみたんですよ。ただちょっとあまり編集できてないから間違っちゃうかもですけど、ちょっと変更しますね。え、本当ですか。私卒業したらスキー卒業なんですね。あ、何時か分からない。あ、でも寝すぎると確かに時計見た時にびっくりします。なんかえ、もうこんな時間って。ちぇちぇちぇ、ちょっと一回行くのでよろしくにゃんこ。あ、ありがとうございます、嬉しい。もう少しですね、あともうちょっとで皆さんとまたお会いできる。まあ休む日もね大切ですからね。上のミュージカル見に行きたかった、次は行きたい。見てほしかったですまあ今回交通機関とかもねすごい難しかったと思うので仕方がないですけど、またでもチャレンジさせてもらえるように頑張ります。プレミアムチケット録画できてよかった。ああ、確かにそうですね。プレミアム、プレミアチケットの方はアフターイベント、アフターの特典っていうんですかね、で M1 の今を生きるもう披露させてもらえたので、確かにその方は見てもらえますね。ミュージカルめちゃくちゃ良かったよ。へえ、嬉しい、喜んでもらえて、素敵なお話ですよね。心痛くなった。そうですよね。わさび、なめたけ、なめたけって言うんですか、なめたけ、あ、なめたけかもしれない、わさび味のなめたけかな、それです、きっとそれが美味しかったです。はじめましての方もありがとうございます、久しぶり、忙しいです。いや、あ、どうだろう、あ、でもミュージカルの期間でも私本当に緊張しすぎてご飯食べると気持ち悪くなったんですよそう、だからちょっと痩せたかもしれません。ご飯食べるとね、もう気持ち悪くてもううってなってました多分緊張しすぎてやばいですね、緊張しすぎですよねからツーショット会のポーズ考えてる。え、嬉しい。ぜひ皆さんのおすすめのポーズもやらせていただきたいので、ある方はねもうぜひ言っていただいて教えてくれると嬉しいですね。ないよって方は私が提案させていただきますので、はい、外しません、よろしくお願いしますあ、そうなんですね。はい、ありがとうにゃん。プレミアム席、プレミアムすぎてありがとうにゃんこ。本当ですか。M1 はそう、高音がねあるパー、曲でしたので、毎回すっごく緊張してて、そう、終わってねホッとするんですよ。毎回終わってホッとするんですけど、時間でそう、もう一回あ、来たってなって、で結構プレッシャーでした。あ、くしゃみ、くしゃみで育って今でもあれですね、本番ではできないような、なんていうんですか、カメラ目線ができたりとか、あ
とみんな最後アンサンブルの方も出てきてみんなで歌うところは本編だと前正面とかね、その決まった動きをしなきゃいけないんですけど、アフター特典の時は自由なのでアンサンブルの方とかみんなとね全員とこう目を合わせて歌ったりしてなんか楽しかったですね。あとなんかそう2部なんかその1回目と2回目が2回目1回目の時はあんまりなんかそういう自由なことしていてあんまり分かってなかったからあんまりできなかったんですけど、その2回目はその知ってからは最後の私のセリフ M1 の最後のセリフがあって普通に吐けるだけなんですけど最後は投げキスして吐けました。そう皆さんカメラに届いたらいいなと思ってはい撮ってくださった方で最後そこまで撮ってくれてた方いるかいらっしゃいますかね。収まってるかなちゃんと。中華屋スマホが古すぎて恥ずかしかったりします。え、そんなの関係ねえですよ。あ、愛君公演も外れちゃったんですね。でもまだまだチャンスはいっぱいありますのでお待ちしてます。そうなんです、ミュージカル、そうメールに今日書きましたが、そうメンバー10人ぐらい見に来てくれてね、嬉しいですよね。他にもね見たいって言ってくれてるメンバーいたんですけど予定が合わなかったみたいで、でも嬉しいですよね。どこに行かないとよくないのが厳しいですね。ちょっととね、確かに関東はちょっと少なめですから、夏のツアーはでも福岡とかねまた行かせてもらえるので楽しみです。お、お気に入りのスニーカーをツーショットで、やった、見れるんですね。わーい、すごいだけ当たらない。本当ですか。なんでだろう。ああそうですね、野球観戦もまた行きたいな、ゆずさんに会いたいですね。誰かめちゃくちゃ上手くてびっくりした。そう。いや他の方々が上手すぎるのでね、すごい下手でしたが、でもすごく成長させていただける場でしたね、ありがたい場でした。アロイスの写真私なかったんですか、悲しい。そう、そちらのお礼もさせていただこうと思ってましたよ。ありがとうございます。そう、5月25日の幕張メッセの方ですね、キューブのトーク会乾杯してくださって本当にありがとうございます。嬉しい、トークの方もすごく嬉しいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。5月26日の3部握手会ですかね、1部だけ残ってたのかな、残りわずかになっていただけてるみたいで嬉しいです、ありがとうございます。握手はもう多分それが最後なので、握手ももちろんですし、トークもお待ちしてます。皆さんにたくさん愛をお届けさせていただきますので、はい、確かに挑戦してるメンバー多いですね、確かに。確かにその場合として、天才的なイメージ、すごいね、分かりやすくて、はい、優しくて、先生もなんかミュージカルを見にすごい見たくて考えてくれてたみたいなんですけど、ちょっとね用事で難しかったみたいですけど、そうなんですよ、見たいってめっちゃ言ってくださってました。
サンリオライブで横にあのギャル可愛かったです。嬉しい、よかったよかったです。ギャル難しかったけど、確かに起きる時間気にせず寝れるのは休みの日の醍醐味ですね。確かに。しかも絶対そうですね、絶対また3人のミュージカルが見たいです。嬉しい。2回ってやっぱ少ないですよねもうちょっとやらせていただきたかったな。いっぱい寝ました。うん、あ、1723日連続もありがとうございます。あ、6月の方もね決まっておりますので、またちょっとお伝えしますね。うん、1年半ぶりです。公演も劇場見えて感激しました。嬉しい。私見てくれてましたか楽しんでもらえて何より。初イベントはそうですね、リラックスしてました。あ、でも歌はねやっぱり緊張しますよ。本番よりはでもリラックスできてたけど、ハロフェスよくやん、撮りたかったけど曲サイド全然撮れなかった。あー、そうですよね。なんかあのカメコタイムの時の楽曲が全部上手側だったからね。ー、そうなんですよ、ごめんにゃんこ。サメ来たよ、ありがとうございます。頑張りで泣けてくださったんですね、嬉しい。おやすみなさい、ゆっくり休んでね。知ってる、お、知ってる、お、嬉しい、さすが、嬉しいそうなん、12期生のメンバーはサータンとココハちゃんかな。サータンと昨日会った時は歌ってくれてて曲を姫たんも歌ってくれてました。そう、嬉しいですよね。今回はもう飛行機と宿を予約。さすが、ありがとうございます。楽しみですね、ツアーも。セトリは早く知りたいな。でもできてきてるみたいですよ。見に来れました、あ、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ガンダム、うん、何のガンダムだろう。ゴールデンウィーク舞台もイベントもお疲れ様でした。ありがとうにゃー、すごく充実した楽しいゴールデンウィークで感謝でいっぱいです。本当に母の日、お母さんね、お母さんってあんまり欲しいもの言わないんですよ。そう、お母さんは私たちのことばかり考えてくれててそうなんです。でもそう、今日は決めてるんです。あの忙しすぎて全然お母さんね体痛くなっちゃうから、あの全然ねマッサージしてあげれてなかったから今日は絶対するって決めてるんです。やっと私も元気になったしね。え、何が喜ぶかな、プレゼント。なんかおすすめのプレゼントだったら教えてください、皆さん昇格したらユニットもそうですよね、出てくれるから。うん、昨日いっぱいレスくれた気がした。え、レス送りましたえ、嬉しい、見てくれてたんですね、嬉しい、ありがとうございます。またレッスン送らせてください。カーネーションを届きました、素敵。
今度はヤコニャンサイルームフルね、よろしくお願いします。サイルーム振ってほしい。お母さんの好きな食べ物、お母さんはでもプリンとか好きですね。でも好みめっちゃ似てます。なんかでも薄味なんですよ、めっちゃお母さん。うん、あのカスタードクリームでしたっけ、あれが好きです。あ、新曲の衣装、あ、着る日もありますね。はい、そうですね。まずはでも静かにゃんで11日はお迎えさせていただきます。そう、練習めっちゃ手伝ってくれました。そうなんです。そう、マッサージはめっちゃ喜ぶのでマッサージしますね。和菓子は洋菓子だよ。着るものや身につけるものはセンスが、あーね、難しさはありますよね、確かに。でも残るものだとやっぱお洋服とかはありですけど、まあ確かに、まあなんならもうお母さんに選んでもらってもダメか、ダメですかね。でもなんかこういらないもん、いらないこれ着なくて使わないより、使われないより絶対欲しいっていうのを買うの方がいいかなって。うん、母のと母が食べたいものをごちそう。おー素晴らしい、かわいいもありがとにゃん。ね、そう、オムレツ配信の時もお母さんが手伝ってくれたのでね、オムレツ喜んでくれてました。あのオムレツね、手作りも確かにあり。あ、2277位の方もありがとうございます。じゃあ歌を歌わせていただこうかな。久々になっちゃいましたね、オタタイム。ただその曲変更したので間違えるかもしれないんですけど頑張って歌います。イヤホンをさすので音がうるさいので皆さん音量気をつけてくださいね。硬かったです。え、でもなんか食べ応えがあってなんか美味しかったですよ、本当に。ちょっと硬いの苦手な方はちょっといまいちかもしれないけど、いつ以来ですかね。あー確かに、何だろうか。ねえ、すいません。音量大丈夫かな。イヤホンさしまーす。では、させていただきたいと思います。皆さん、音量はもう大丈夫なので好きな音量にしていただいて。を入れますね。あ、間違えた。間違えないかな、大丈夫かな。ちょっと分かんなくなって、なんか最後ら辺が心配で、最後ら辺が多分歌ったことはある曲なんですけど、曲入りました。作業じゃないですね。決まる。では歌ってもいいかな、準備は OK でしょうか。いいですか。よくね、好き、可愛くなったね。
でも本当にそうですね、寝てないと、寝不足だとなんかね、コンディション悪くなります。クマとかもえぐいですもん。よし、じゃあ歌わせていただきますね。聞いてください、どうぞ。君に捧ぐでした。ありがとうございます。ありがとうございました。なんとか歌えたけど。高音でしたね、ちょっとやっぱ高音がって感じでしたけど、ありがとうございました、聴いてくださって。素敵な曲ですね、歌詞が素敵。鶴公園でね、奈良公園やりたいな。横山選曲のメッセージ素敵です、素敵な曲ありがとうございました、聴いてくださって。久々のオートタイムでちょっとまたね復活していきますので、よろしくお願いします。本当に本当によかよか嬉しい。じゃあ今日は宣伝タイムもさせてください、お願いします。 SK48 の32枚目シングル愛のホログラム劇場版特典会のお知らせです。もうあれですね、11、12の方は締め切られちゃいましたので、ここからかな。5月の25日土曜日、マカールメッセさんのトーク会、握手会ですね。握手会は完売してくださりありがとうございます。そしてトーク会のキューブも完売していただいて本当に嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうにゃん、嬉しいです。なのでトーク会の7、8部のみになりますが、この日はみおまると交換コーデをさせていただきますので、はい、どんなお洋服か楽しみにしていてください。私が持ってない感じですね、はい。乾杯に乾杯、ありがとうにゃん、嬉しいです。で次の日の5月26日日曜日も幕張メッセさんで握手会乾杯してくださってありがとうございます、嬉しいです。でな、トーク会の7、8、9部が残ってますね。3、5部はパジャマで、7、8、9部は生誕コーデを着させていただきます。あ、申し訳ございません、5月26の3部はまだ完売じゃないです。3部は残りわずかとなっております、すいません。なのでここだけ握手のが残ってますので、握手を増やせなかった、なのでここがチャンスですね。はい、ここだけになります。789生誕コーデも、今回のちょっと生誕ティーがちょっとおしゃれな感じなので、服もね結構おしゃれな感じのにやしてみ、コーデしてみたんですよ。だから楽しみにしていてください。持ってくださってる方は一緒にお揃いコーデだとより嬉しいですね。これ泣いたりするの？ミュージカル期間はもう本当に自分ができなすぎて毎日泣いてました。そうだから涙腺が弱くなる、緩くなる、なん緩くてすぐ泣いてました、ちょっとしたもので。フォローもありがとうございます。若いの紹介も行こうかな。来てくださるんですか、嬉しい。ちょっとまだねお洋服はまだお伝えしてないんですけど、またでも近々お伝えします。6月15日土曜日、幕張メッセさんでツーショット撮影会スタンディングバージョンが12456部あって、次の日ですね、6月16日日曜日の幕張メッセさんもツーショット撮影会なんですけど、2日目は着席バージョンになるのでお気をつけください。
部は変わらず12456部です。で6月22日土曜日は愛知スカイキュースポさんでトーク会握手会で握手会完売ありがとうございます。なので残りはトークの789部ですね。次の日の6月23日の日曜日愛知スカイキュースポさんのトーク会じゃなくて握手会も完売してくださり本当にありがとうございます。トークの789部はまだあります。今ですね5時先着販売期間中なんですよ。5時の先着販売期間中で5月25日と26日幕張メッセさんの東海握手会は5月17日金曜日12時正午で締め切りです。東海追加嬉しい、ありがとうございます。お話たくさんさせてください。あのミュージカルの感想もねとかも聞かせてください。6月15日16日の幕張メッセさんはの抽出撮影会は6月7日金曜日の12時正午までで、6月22、23の愛知スカイキュスポさんの東海握手会は6月14日金曜日の12時正午の締め切りとなっております。はい、25、26の東海握手会、幕張メッセさんの東海握手会分が早くなってるので気をつけてください。25会いに来てくれます、うわ嬉しい、ありがとうにゃん。うん、そう聞きます、わかりました。フォローもありがとうございます。着席ありますね、スタン立ちと座りとって感じですね。はい、セールタイムもありがとうございました。じゃあ最後は発動させていただきます。今日はこだわんの日ってあのなんだっけ、ジュノのツイートで見たのでポストか、粉もんシリーズ、あれとあれとあれにしよう。うん、皆さんもお疲れ様です。バブニャン、ジュノさん可愛いですよね。ジュノさんも好きです。じゃあ粉も私が お裾分けします。発動いきまーす、横にゃーピーン、わーからのーたこ焼き、焼き上がりました。すごい変な顔になる。たこ焼きからのお好み焼き、からのきしめ、全部粉もんだ、おいしそう、全部食べたいですね。たこ焼きはうーん、王道のソース味で。皆さん美味しかったですか？元気です。そう、いっぱい寝て元気です。はいね、食べたくなっちゃいますね。ダイエット中すいません、ダイエット中の方もしいらっしゃったらすいません。2906日連続もありがとうにゃー、じゃあ2906人の方もありがとうございます。間違えちゃった。そうですね、またでも明日も配信させていただくので、はい、
明日も大田かアイタイムかさせていただきます。ありがとうございました。皆さんゴールデンウィーク明けもお疲れ様です。疲れたと思うのでゆっくり休んでください。ありがとうございました。明日も配信待ってます。インスタさん、そうですね、インスタさんからショールームありがとうございました。ショールーム配信またね。シャチホコからのおやすみ、おこにゃー、夢で舞いますように。またね、ありがとうございました。